こんにちは、KZP プラスです。今日は追加された高難易度のイベントである虚栄なる福までんのロマンシング難易度に挑戦した動画になります。これまでの福までんは螺旋回廊方式で5階層ごとにボスが設置されているものだったのですが、今回は違っています。5ラウンド勝ち抜き戦で、1ラウンド目にはジュエルビースト、2ラウンド目には雑魚敵、3ラウンド目には山、4ラウンド目には雑魚敵、最終ラウンドにドレッドクイーンが配置されている形になります。これらを一気に勝ち抜かねばクリアにはならないので大変頑張っていきまっしょい。それでは行ってみましょう。意気込みはバッチリですが、パーティー編成は当然、5ラウンド、すべてに対応できるものを考えて、選出しなくちゃいけません。ロマンシング難易度に挑戦する前に、チャレンジなどで敵の使ってくる、攻撃や有効な戦術に目星をつけて、置くのがセオリーですね。まずは1ラウンド目、ジュエルビーストが配置されています。ジュエルビーストの弱点は突、耐性は熱、霊、雷、陽、陰。アビリティで命中を上げたり、奇数ターンと偶数ターンで、腕力や知力を上げたりと、バフを持ってきて、おまけに、ディフェンスアップもしてきます。ただ、攻撃自体はそこまで痛くも、ないです。ここに対策の重きを、置く必要はないと思います。普通に攻撃をしていけば難なく、突破できるでしょう。対策としてはバフが重なるのが、怖いぐらいなので、強化キャンセル、おもつキャラを入れるくらいかな。私の場合はエゴマールを選出し、ダークネスバブルにてバフを解除してあげることにしました。先に行ってしまうと、3ラウンド目の山が厄介なんです。山が山場、なんつってみたりして。いや、山が厄介なので、パーティーメンバーの選出や対策の重きは山に特化したものにしました。簡単に紹介していきます。まず、陣形は当然前の陣、回を使用。これは山が状態異常浮揚して、きますので、精神にバフが入る効果、を欲したためです。また、中央に、カウンターを持つユリアンを配置、することで、ターゲットを集中させ、パーティー全体の火ダメを減らす、効果を狙っています。敵の直接攻撃、が来ればカウンターでスターラッシュ、が発動し、より大きな余ダメを期待、することができるのも強みです。ユリアンはひたすらスターラッシュを、させます。次に選出したのは、先ほども紹介、したエゴマール。ジュエルビーストも、ヤマンも、ドレッドクイーンも自己バフ、がありますのでそれを解除して、あげないと厄介なことになります。バフ解除係です。継承はマリシャストリックを継承して、攻撃弱化を付与し少しでも火ダメ、を軽減させることにしました。トリックボールで知力消でバフも、できますので併用したいですね。さらに、追撃が出れば余ダメも、バフも漏れるのが強みですね。次は心霊を選出。禁止家電で余裕があれば DP の、回復と上限アップをしてあげたい。基本の動きは、光源資源で攻撃、しつつ DP ためをして、サミダレ高級、にて余ダメを稼ぐってパターンです。アビリティで、ターン終了時に、味方全員のヒットポイントを極小回復する。ってのが本当に助かりました。なお、シーレイには山線では、ちょっと違う動きをしてもらう重要な、ピースなので、それは山線で、改めて解説します。4人目に選出したのはです。正直なところ、今回のボスたちは、陰属性に耐性を持つものばかり、ですので相性はすこぶる悪いので、ベストな選出とは言い難いとは、思うのですが、やはり自動復活の、アビリティが魅力的だし、配置して、いるだけで火ダメ軽減と余ダメが、アップするってのはいいですよね。こうなるとなかなか代用が、いかない優秀なキャラと言わざるを、得ませんね。有名障壁で防御を張って、名飛で、知力症でバフをしながら味方全員、のヒットポイントを極小回復するって感じで、いきます。ラストに選出したのは、ジョー。ラストに選出したのは、ジョー。アタッカーとしての採用ですが、弱点をつけずに耐性属性の攻撃で、攻撃しなくちゃいけなかったりします。特にジュエルビーストと、それでも、アビリティで被弾するごと、にバフをモリモリしていくものが、超魅力的だし魅了だと思います。また、生命の水を継承して回復係、としても動いてもらいます。
追撃でスペクタキュー系とか、チェックメイトが発動すればさらに、よだめも漏れちゃうのでお得。さらに直接攻撃が来れば、カウンターも来てくれます。ラウンド2は、雑魚敵、マスター強いってことはないので、ここでオーバードライブゲージや BP を貯めるのが、やるべきこと。しっかりやりましょう。さて、ここで各キャラの装備を、変えていきます。いつも通り読み上げはしません、のでご了承ください。ラウンド3は山、ここが鬼門になるかと思います。何が厄介かっていうと、精神バフが解除された直後に、麻痺や混乱など、を付与する全体攻撃の猛者ゴケ、これで、状態異常になっちゃうと、それだけでパーティーが崩壊して、しまいます。ここまで来たのに、私もここの対策をしっかりつける、までに何回もやられました。無期、でもその甲斐があって、突破する対策を見つけることが、できました。精神バフが解除されてしまうので、相手の攻撃、猛者ゴケが来る前に、こちらがもう一回精神バフ入れて、やればいいね、ということになります。ファスト行動がベストなんですが、それができなかったので苦労を、しました。先ほど選出メンバーの紹介の際に、C レイには山戦で別の動きを、させると申し上げましたが、つまり、検証の死を継承して、ひたすら、歌わせるってことです。これは、精神バフ及び、状態異常耐性バフが効く技です。山の知力が効く？のか幸いにも、これを一回付与できれば、猛者ゴケ、による状態異常がかなりの確率で、かかりにくくなります。ただ、ファスト行動ではないため、敵より先に動けるかどうかに、かかってしまいます。私はたまたま、ですだけ状態異常になってしまい、助かりましたが、本来は敵の動き、より早く動いてバフ入れをしたい。私はこのまま行けたのでよかった。ですが、装備で素早さ上げたり、成績も付け替えたりすべきです。陣形でも、素早さバフのあるこの、場所に配置するというのも大事。他のキャラの動きは基本的には、これまでと一緒でいいと思います。肥後周りは、よだめを狙うので夏強化キャンセルをすることに、専念します。敵はバフ入れします。ので少しでもバフ消しして状態異常にかかりにくい環境を目指します。山戦がこの福間伝イベントの山場なのでここさえ突破すればクリアできる確率が一気に上がると思います。
ラウンド4は雑魚敵です。山を倒したのでもうクリアした、ようなものですが、しっかりここでも、オーバードライブゲージや DP 種をします。最後に備えて抜かりなく。さあ、ラストラウンドです。ドレッドクイーンが鎮座しています。弱点はトップ、レイ、耐性技、熱、雷、陰。ここまで来れているなら攻撃力も、厳しいという感じがするほど強くも、ないので、大丈夫かと思います。レイによってバフが重複してくるのが、怖いのでイゴマールで、バフ消しを、定期的にやってあげれば大丈夫、だと思います。気力でバフをして状態異常攻撃へ対策してもいいと思います。それでは見ていきましょう。
いけたー、クリア。やっぱり山の精神爆解除からの、猛者ゴケが最大の山場でしたね。これを対策して突破できれば、クリアできる、そんな難易度でした。楽しかったけど、ジュエルあんまり、もらえないんだね。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。